はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数2の二項定理丸1をお送りします。で、前回ねパスカルの三角形やりましたので、今回二項定理やっていきます。で、今回ポイントなしです。なしで問題が4もここね載ってますので、できそうな子はぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって分からないのがあれば、今からね問題解きながら説明していきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、まず1番の方から説明始めていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、今回二項定理ですね。で、ポイントをもしかしたら作るべきなのかもしんないんですけど、二項定理に関しては問題を解きながらこう使うんだって覚えてもらった方がいいと個人的には思っているので、まあ、早速ね問題解いていきます。で、1番、 A プラス B の5乗でしょ。で、これって前回のパスカルの三角形の時に、確かに意図的にね、同じ問題作ってるんですよ。パスカルの三角形、一個前の動画の丸2番かな、右上かなんかにある問題。だからそれと答え一致します。一致するんですが、今回はあえて二項定理を使って解いてみると。で、二項定理どういうものかっていうとね、先に言うと C を使います。C。で、基本的考え方あんまね、変わらなくって、今中が A とプラス B っていう2つのパーツがあります。で、これを5乗してるから、まず5個と0個に分ける。次4、1。で、3、2って分けて、こう、項を作っていくんです。いっぱい。で、最初に5、0で行きたいのね。で、5、0で行きたいから、ここに5、4、0っていうのが来ます。これ5、4、5でもいいです。どっちでもいいです。まあ、5C5 にしようかな。1個ずつ下げた方も分かりやすいね。5C5。で、これはですね、5個のもの、ここ5だから。5個のものを5個に振ってるじゃん。で、0に振ってもいい。どっちでもいいんだけど、5に振ってる、0に振ってる。どっちの数字を使ってもいいんですけど、5個のものを5個に振ってるから 5C5。もしくは、5個のものをこっちは0個に振ってるんで、5C0 と書いてください。で、なんでどっちでもいいって連発してるかっていうと、5C0 も 5C5 も両方1だから。変わらないんで、どっちでもいいんです、結局ね。で、まずこれが来る。聞いて、で、その後ろに、まず A の5乗でしょ？こっち5個だから。で、こっち0乗なんで、あえて書かなくていいね。B の0乗ね。どうせ1だから。で、これが1個目の項なんです。ちゃんと書くと。で、次。プラス。今度4、1で振ります。だから、5個のものを4個振ってるんで 5C4 です。で、しつこいんだけど、1個に振ってるので 5C1 でも OK です。どっちでも。なぜなら両方答え同じだから。で、5C4 になって、で、左に4つ振るから A の4乗。右に1個振るから B の1乗です。まあ1乗書かないけどね。で、こうなる。で、どんどん行きましょう。プラス、今度は、3、2に振るから、5、4、3。で、左に3乗。右に2乗。だね。左に3個、右に2個振ってるからね。で、これは3個に振ってるし、2個にも振ってるんで、5、4、3。もしくは5、4、2でもいいです。どっちでもね。で、どんどん行くよ。次は、2、3で振ります。いいね。こっちが下がってて、こっちが上がっていくからね。2、3に振ると、2個に振ってるから 5C2。まあ、5C3 でもいいけどね。で、左が2個だから A の2乗。右が3つだから B の3乗になります。入るから大丈夫ね。で、次は1、4です。で、間違った。5個のパーツを1個振ってるんで1。で、左に1個なんで A。で、右に4つ振ってるから B の4乗になります。で、ラスト、投げなっていうね。で、次は、0、5で振ってるんで、プラス、5、4、0。A はないね、今度ね。B の5乗となります。で、あとは C を解いていく。ね。で、C の解き方なんですが、ちょっとこれいこうか。5、C、2。これは分数です。で、右の数字2ってあるでしょ。それがまずここに来る。で、そっから1になるまで下げます。まあ、1書かなくてもいいんだけど、一応。2、1って下げていく。もし3だったら3、2、1って全部書く。で、そしたら、今度、ここ、左上に5を書きます。ここ下、ここの数字ね。で、下が数字が2個だから、上も数字が2個です。で、その2個の書き方は、1個ずつ数字を下げていく。
だから下がもし321だったら上は543になります。で、あとこれ計算する。で、2だから10になるね、542は。で、C に関しては数1の方でね、詳しくやってるので、ここでね、そんな取り上げませんけど、542と543は同じだよね。544と541も同じ。545、540も同じです。いいかな？まあ、その辺をうまく使ってください。そうすると、545は1なので、1は係数書きません。A の5乗。544、541、両方とも5です。だから、プラス5、A の4乗 B。で、543、542同じなんで、プラス10。A の3乗、B の2乗。で、次こっちね。また10。プラス10。A の2乗、B の3乗。で、これ5ね。プラス5。A、B の4乗。で、ラスト1なんで、B の5乗と。よいしょ。これで答えになります。なので、ぜひね、前回の動画、パスカルの三角形の丸2番見てください。同じ答えになってるから。いい？で、テストの時に、そのパスカルの三角形を利用してとか、二項定理利用してって指定がなければ、どっち使ってもいいです、正直。ただ、二項定理を利用してと言われた場合は、この C を使いましたよが必要なんで、ちゃんとこの上のね、式も書いてから答えを導いてください。ここだけ書くとね、どっちを使ったかわかんないので。まあ、テストの時ね、利用してって指定されることあんまりないイメージがありますけど、まあ、もしね、出てきた場合、そうお願いします。で、次っすよ。次のが辛いんですけど。いくよ。X プラス2、6乗でございます。だから、6個パーツを振っていくと。で、左側は今 X です。で、右がプラス2。だから、6、0から始めます。で、5、1、4、2とパーツをどんどん減らして上げていくと。で、やっていくんですが、いきましょう。まず、6個のパーツをこっち6個振ってるから、6、4、6です。で、左6個なんで、X の6乗になります。まずスタートがね。で、次なんですけど、プラスね、6個のものを5、1で振ってるから、6、4、5になります。もちろん6、4、1でもいいです。ここ6、4、0でもいいしね。で、左5個、右1個でしょ。だから、左5個なんで、X 5乗なんですよ。で、右に1個振ってるんで、2をかけなきゃいけない、ここ。で、これを忘れないように。そして、これが入るからめんどくさいんですけど。で、次。プラス、4、2で振るんで、6、4、4、6、4、2でも OK です。で、左が4つ。で、右に2個振ってるから、2の2乗になります。ちゃんと書くとね。いい？ちゃんと書くところなの。もし、答えだけでいいんだったら、こんなんね、あのプリントの端っこでやって答えだけ書けば一番楽なんだけど。で、次、3、3で振るから、6、4、3でしょ？で、X、3乗。左ね、3つ振って3乗。で、右の2にも3つ振るから、2の3乗になります。これ1行で入らなそうだな。次、2、4振りますね。6、4、2。左に2つ振って、右の2に4つ振ります。はい。で、次が1、5ですね。で、1、5で振るんで、6、4、1でしょ。で、X1 個振って、2に5個振ります。2の5乗。で、入んなかったね。あともう1個、0、6で振るから、ちょっとここごめんね。プラス、6、4、0。で、X はごめん、ないや。失礼しました。X は全部なくって、2に6個振ると。いいかな。これで全部項がね、書き出せたと。あとは C を計算していきます。で、多分ちょっとね、C を計算するスペースがないので、ちょっと暗算でごめんね。じゃあ答えだけいきましょう。まず6、4、6、1です。ね。だから X の6乗スタート。で、次が6、4、5。これは6、4、1と一緒なんで、それ6になります。で、6、2。2をかけなきゃいけないんで、プラス 12x5 乗となります。これが今ここね。で、次、6c4x4 乗2の2乗です。で、まず 6c4、6c2 と同じだね。で、これは6、5、30して2で割るから15になる。6c4 が15。それに2の2乗、つまり4をかけなきゃいけないので、
プラス60になります。暗算でごめんね、申し訳ないけど。で次 6C3 です。で 6C3 も計算すると20になります。で20と2の3乗つまり8ねかけるから160です。で X3 乗なんで X の3乗となる。いいね。で次 6C2 これまあ 6C4 と同じだったんでこれ15になります。で15と2の4乗つまり16です。でこれを計算すると240かな、240で X2 乗です。いいね。で次 6C じゃあ6で2の5乗が32か。で 32×6 をすると192かな、プラス 192X となって、最後 6C01 です。だから2の6乗なんでこれ64かになるから64、ここ X ないからね、となって、あ、下に行っちゃった、曲がっちゃったね。これが答えとなります。で、二項定理の公式っていうのはね、その C とか何乗を使ったね、書き方があるんです、ちゃんと。おそらくね、みんなが学校の授業でもやると思うんですけど、仕組みとしてはパーツごとに分けていく。で、分けた時に C はそういう風に書くんです、一個ずつね。っていうのが分かってしまえば使いこなせますので、まあ、こんな感じでね、ぜひ使ってみてください。で、二項定理使う問題でよく出てくるのはこっちだね。全部書き出せっていうよりも、今ね、次の式、展開式を書いた時に、括弧内、これね、に指定された項の係数だけ求めます。つまり、もしこれで全部書き出せじゃなくて、X3 乗の項はって聞かれたら、X3 乗160になってるでしょ。だから160です、みたいな。ここだけ求めればいいでしょっていうタイプの方が多い。こういう下のタイプのね。で、これはどうやるかっていうと、基本的に二項定理使います。考え方としては。で、どうやるかっていうと、結局、6乗でしょ。左は 2x、右はプラス3です。それを6乗なんで、42で分けたり、3360と、どうか分けるんだよ。で、どう分けた時に、x2 乗が出てくるかなって考えるんです。で、どう出るかっていうと、こっち x 関係ないじゃん。ってことは、こっちが x 関係あるんで、左のパーツを2個使えば、x2 乗になりそうでしょ。で、右のパーツ、残り4つを振ってあげる。つまり、2,4 の時だけ考えればいいじゃんっていう風に変えられるの。問題がね。で、2,4 に振ればいいから、6個のパーツを2個に振るでしょ。振って、まず左側のパーツ、2x を2個だから2乗です。で、今、係数だけ考えるんで、x 抜いちゃってもいいです。ここ2の2乗って書いても。どっちでもいい、それはね。で、かける右のパーツ、3を4つだから3の4乗。これを解けば出てきます。あとは答えは。いいね。で、6C2。これどうしようかな。下いけるいけるね。ギリ入るか。6C2 が、15。かける。一応かける。かけるって書いてた。まあ、いいか。で、2x の2乗。x の1乗書いておこうね。4x の2乗。で、3の4乗が81か。はい、これちょっと事前にやったやつ見ていいですか。見ると、4860ですね。4860x2 乗となるので、答えを書くときは係数って聞かれてるんで x2 乗書いちゃダメだよ。答えは4860と、これが答えになります。ね、4860x2 乗とか見たくないですけどね。でもこういう風に大きい数いっぱい出てくるから、この辺はね。で、最後括弧 a-1/2b の10乗です。で、a の7乗、b の3乗、これの係数を考えていくと。で、あ、分数とか10乗嫌やって思うかもしれないんですけど、考え方は、結局左側のパーツと右のパーツにいくつずつ振るんだよっていう。それだけなんだよ。だから、これ a の7乗と b の3乗って分かりやすいね。a が7個ってことでしょ。で、b が3個って。ことなんで、あとは同じように考えます。で、少ない数字の方が楽だからね。10個のパーツを3個振ります。ね、7でもいいけど、10C3 が簡単だから。で、まず左側。一応文字書いとこうか。A の7乗です。で、
右側がマイナス2分の1、あー B 抜け散った、ごめん、あら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 、ちょっと待ってね、2分の1 B を3つなんで3乗になります。であとはこれを計算していく。で下入るかな、ちょっといくか、 10C3、 あ、これ暗算きついっすね。やろうか、こいつ暗算ができなかった。321で198でしょ、3の4だから120か、だから 120×A の7乗で、これマイナス2分の 1B の3乗だから、マイナス2分の1を3乗するとまたマイナスかで、8分の 1B3 乗になります。下の2が3乗するとね、8分の1になるからね。で、これ8と120約分できるよね。1で15か、合ってる ?8、1、8、合ってるね。なのでマイナスも残ってるから、マイナス 15A の7乗 B の3乗になります。で、さっきも言ったように係数はと聞かれたら数字だけが必要なので、答えはマイナス15と、こういう風に解いていってください。いいかな。なのでパーツをいくつずつ振るのかと、それさえ分かればあとは普通に解くだけでいけますので、ぜひね参考になればと思います。では今回は高校数学数2の二項定理丸1をお送りしました。今回もねここまで見ていただいて本当にありがとうございました。でタイトルに丸1がついてるんで、次丸2が続きます。で次は二項定理使うんですが、ちょっと難しいタイプの問題を取り上げていきますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。ほんじゃ今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。